腹が減った。腹が減ったよ。Let's Free Life、 どうもハルキです。腹が減ったね、みんな。現在は9月3日金曜日の夜12時22分でございます。私は今、ビジネスホテルに宿泊しております。まあ、なんでかっていうとね、ワクチン接種のためでして、集団接種なんで、すっげー朝早いんですよ。すっげー朝早いんで、まあ朝ね、混んでる時間に移動するよりかは前日に来ちゃって一人だし、まあ一泊しちゃった方が遅刻もしないだろうしいいだろうということで泊まっております。瀬戸康史ファンならさ、ビジホ泊まったら夜食食うだろということで、今回は俺の夜食シリーズビジホからお送りします。素晴らしいね。やっぱこの価格ってさ、謎のワクワク感あるよね。夜食食う背徳感もさ、1.5 倍ぐらいにアップするというかさ、いい効果あんのよ。で、これが一人っていうのがいいんすよね。というわけで今回はね、一番近いコンビニがファミリーマートだったんで、ファミマの夜食をご紹介して食べていこうと思います。まあ皆さんもなんかね、今お腹空いてると思うので、まあせいぜい家にあるものなんかつまんでくださいよ。俺はちゃんとコンビニのうめえもん食いますから。それじゃ、自由にやっていこう。まずは買ってきたものを紹介します。メインからいっちゃおうか。メインからいっちゃおうね。はい、こちら。今日のメインはカップラーメン。豚ラオウ。汁なし。やばくね、これ。やっぱね、若いうちにガッツリしたもんは食っとかないともったいないからさ。で、ベジファースト。大事でしょ？はい、こちら。お母さん食堂。3種のおつまみキムチ。正直ね、俺キムチ大好きなんですけど、甘いキムチは大嫌いなんですよ。だからこのお母さん食堂の3種のおつまみキムチが甘いキムチなのか辛いキムチなのかで、今日の夜食のクオリティが上げ下げされます。期待してるぞ。あ、で、カップ麺のお湯を沸かす用の水。ツナー！デザートはこちら。初めて見ました。しっとりミルクレープロール。普通のミルクレープでいいような気もするけどね。まあ、ロールにわざわざするっていうことはなんか魅力あるんでしょう。ミルクレープ好きとしては見逃せない一品。そして最後、お菓子部門。こちら。バター焼いちゃった？焼いちゃったじゃねえ。焼いちゃったじゃねえよ。聞いてくんな。お前が焼いたんだよ。焼いちゃったじゃない。俺は焼いてない。俺は焼いてない。お前が焼いた。お前が焼いたんだからな。不二家。不二家だよ。不二家、お前が焼いた。でもこのパッケージはずるいよね。こんなん美味しそうやん。というわけで本日は以上の4つからお送りしていきたいと思います。まずはね、お湯沸かしましょう。これは、これ、いけてんのこれ。一応ここは沸かす表記になってるけど、いけてんのかな。よいしょ。そしたらお湯沸かしてる間に前菜、このおつまみキムチから食べていこうかな。オープンセサミン。ウェイ、うわ、うまそう。めっちゃうまそう。どう？うわ、めっちゃうまそう。いただきまーす。ラインナップは、きゅうり、白菜、大根です。じゃあ、まず、王道の白菜からいきましょう。うん、いただきます。ほう。ほうほうほう。大根もいくわ。きゅうりもいってみます。きゅうり。美味しい。とりあえず甘くなくてよかった。でもなんかね、漬物感が他のキムチよりも強い気がする。本格的に漬物作ってんだなっていう感じの味がしますね。口内炎にクソしみる。酒を飲まずにおつまみキムチだけを食すっていうね。でも結構子供の頃からね、夜中にどうしてもお腹が空いたら家にあるキムチを山盛り持って食ってましたね。大根めっちゃおどい。うまい。開けて待ってよ。ちょっとアングル変えようかな。メントルはうまみ直結っていうフォント。火薬、液体だれ、油なし袋、焼き豚。すごい、見たことない麺してる。よし、お湯が沸くのを待ちましょう。あ、マジか。もうお湯沸いてさ、注ぐところ取ってさ、シリに5分タイマーお願いしたんよ。で、今録画通めよって思ったらピッつって今始まったわ。やっちゃった。お湯はギリギリ足りました。
珍しいよね。温めないでくださいって書いてあるこういう小袋。どんなにか細く折れそうね。5分待っていきまーす。ちょっとあんま良くないかもしんないけど、ここ以外流せるとこないんで失礼します。えい。おい、キャベツ多いな。キャベツを鳴らして、うわ濃いね、濃いですね。一回混ぜよう。わ、めちゃくちゃいい匂いするやん。うまそう。で、油増し袋。怖いね、これ何これ。温めちゃいけない油って何よ。うわ見て、まんま油だわ。うわ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 、やっぱ深夜1時前にこの油の量は懲役8年よ。見て、おいしいんか果たして。あ、混ぜたらめちゃくちゃいい感じになったわ。うわやべえ、これやべえ。それじゃ、いただきまーす。最高の夜食。先に、だから喉乾いた。匂いで喉乾いた。それじゃ、豚らを初、実食いただきます。抑えめの風。やば。え、めちゃくちゃ美味しい。正直カップ麺ってさ、美味しいけど、まあ美味しいなぐらいにとどまるじゃん。これめちゃくちゃ美味しいぞ。うん。うん。うん。いや、ロケーションの問題か？このロケーションの問題でうまいのか？それともこれが単純にクソうまいのか？これマジやばいぞ。え？ここ最近で食ったカップ麺の中で、1位かも。やば。マジで、ジャンクフード好きな人、全員買った方がいいぞ。豚らを汁なし。この動画見た後に、コンビニでこれ見つけた人はみんな買うと思う。ビジュアルもバッチリだし、味もバッチリ。そう、チャーシューうまいんかな？こういうチャーシューって微妙だったりするじゃん。いただきます。うん、ま、うん。ごめん、チャーシューは普通です。ちょっと麺と、そのタレ、あと油が抜群にうまい。油も若干味ついてんじゃないかな。うまっ。マジか。幸せすぎる。ああ。やべえ。食べきんのもったいないと思うぐらい美味しい。一回キムチで口の中をね、さっぱりしましょう。ここ最近の夜食動画で一番いいリアクションしてる気がする。ガチうまい。朝から晩までずっとうまかったもんね。うわ、めちゃくちゃコーラ飲みたい。コーラ買ってくればよかった。お腹いっぱいなっちゃったよ。かなりのボリュームあったね、これ。でもデザートは別バランディーン。チャラレラリーン。あ、やばいやばいやばい。ごめん。ごめん。食っちゃった。フォークとかないから手で食うわ。あれ、え？ちょ、え？手で食えないぐらい柔らかいんだけど。え、ちょっと、この箸はやだな。柔らけ、柔らけ。柔らかすぎる。いただきます。うーわ、とろっとろだ。溶けてんのかもしれないけど、普段食ってるあのケーキ状のミルクレープよりもとろとろ。柔らかさが段違い。一瞬だった。じゃあ最後、また焼いちゃった、これをね、食べて締めよう。焼いちゃったじゃねえよっていうくだりがしたくてこれ買いましたから。バターが香るホロホロ生地を焼き上げました。北海道バター使用。北海道バター使ってればうまいと思ってやがる。その通り。まあ、言わずと知れたバター大好き芸人ですから。これもね、ちょっと厳しく評価させていただきますよ。ほう。まず見た目。かわいい。かわいくね、なんか。いただきます。うん。うん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 。
うん。バタークッキーですね。バター焼いちゃったっていうタイトルだけど、バターがすげー練り込まれてる固めのクッキーっていう感じ。クッキーと角砂糖の中間ぐらいの食感です。味はね、美味しいよ。甘くて。甘いバターの香りがする。美味しいけど、リピートはしないかなぐらいですね。FL ハルキスポイント。もう一回やろうか。Today's FL ポイント。79。まあ家帰ってお母さんか妹にあげます。俺も食うけどね。今日はもうお腹いっぱい。満足した。まあちゅうわけで明日ワクチンなんでね、まあ一応体調万全でいかなきゃいけないってことなんで、なるべく早めに寝たいと思います。いや飯テロ食らっちゃったでしょ皆さん。ごめんなさいね、俺がうまそうに食うタイプの男で。というわけでまた次回の野宿動画でお会いいたしましょう。登録者20万人目標に頑張ってますんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。インスタのフォローもぜひ。それではじゃあのー。